正確なブロッド蓄積値を計測しようとするとその度に数値が著しく狂うんだ。ファントム化した被験体と同等かそれ以上のブロッドが溜まってるレッドゾーンの数値が出たかと思えば次の瞬間には限りなくゼロみたいな数値が出る。ヒーリングルームでブロッドケアを試みても全く効果がなくって。見てよこれ。こうなデザートを一口よこすんだぞ。すごく気持ちよさそうに寝てるね。各数値もすごく安定してる。謎の組織にさらわれてよくへそ天で爆睡できますな。その謎の組織のボスカッコ仮が言えたセリフじゃないですが、バトルシミュレーターの他にもいろいろと検査をしてみて分かったけど、グリム氏には何らかの強烈な魔術がかけられた痕跡がある。彼の耳から出ている青い炎、魔獣だから種族特有のものかと思っていたけど、もしかすると兄さんと同じで呪いが具現化してるの。その線で術の解析を試みたけど、かなり複雑な魔法が重ねがけされてて全体像がつかめない。スティークスの保有するスーパーコンピューターの処理能力をもってしても解析し終わるまでに100年かかりそうだよ。重ねてある魔法の浅めの階層を覗いてみて分かったのはかなり古い魔術だってこと。古いってどれくらい？1000年前の原始魔法クラス。誰が何のためにグリム氏にこんな複雑な魔術を施したのか分からないけど、現状グリム氏に施されてるブロッド体制が呪いなのか祝福なのかも分からない。というかその2つは呼び名が違うだけで、相手に何らかの魔術を付与するという点で同種の魔術だもんね。違うのは術者の感情がプラスなのかマイナスなのかだけだ。そう、僕たちの一族が代々受け継ぐ溜まったそばからブロッドを焼却する呪いだって、人によっては一生暴走しなくて済むありがたい祝福だけど、きっと僕らのご先祖様からすれば二度と謀反を起こさないよう施された呪いだ。ああ、シュラウド家が代々嘆きの島の番人をするよう命じられた原因は、初代当主が原初のファントムと呼ばれるタイタンズを引き連れてジュピター家に謀反を起こしたからだったよね。そうで、結局ジュピターにコテンパンに負けて罰としてファントムを封じ込めるための牢獄タルタロスとファントムの墓場冥府の管理を押し付けられた。まったく、ジュピターを倒して一族のトップになろうだなんて信じられない。勝率低いのは分かってただろうに、本当に拙者の祖先か。おかげで子孫一同全員が大迷惑。夢も希望もないとはこのことだよ。歴代当主はこの世からファントムがいなくなればこの神器臭い場所からも万人の役目からも解放されると考えてせっせとブロッドの研究に勤しんできたわけですが、ま、ご覧のようにどうにもならずに今ここですわ。僕も昔は全人類に僕らと同じ呪いをかければ全て解決だとか考えて自分にかかった呪いの解析とかしてみたけど、解析し始めて3分で気づいた。体内のブロッドを焼却し続ける呪いがブロッドがない時に何を燃やすのか。ブロッドの元である魔力だね。そう、僕らは負のエネルギーを生産し続けないと生きてるだけで MP が消費されるデバフがかかってる。溜まったブロッドがすぐに焼却されるだけならシュラウド一族は全員陽気でハッピー&マジカルパワー炸裂のヒーロー集団なはず。でもばあさんも父さんも魔法は魔導デバイスで補助してた。しかも超絶マイナス思考なダウナータイプ。その段階で呪いが最悪なものだって普通はわかる。子供の頃の拙者察し悪すぎか。ブロッドを燃やし続ける僕らの体はこの嘆きの島の地中深く負のエネルギー渦巻くファントムどもの墓地冥府を管理するためだけに適合してるわけ。最高によくできた呪いだよ。さすがは神々の時代と呼ばれた古代にかけられた呪いですわ。拙者ごときがどうにかできるわけがない。兄さんは天才だよ。だから本気を出せばこの状況を変えられるかも。そりゃ拙者は結構優秀ですよ。でも先祖代々どうにもならなかったことをなんとかできることじゃない。本気出すだけ無駄。それにホルトだって忘れたわけじゃないだろう。この場所から出ようとして
オルトがどうなったか。それは僕の運命は生まれた時から決まってる。この暗くて神器臭い場所で亡霊たちと一生を共にするしかない。万が一にも僕らが役目を放棄し、タルタロスに封じられたファントムたちが地上に溢れ出すことがあれば、世界はまた振り出しに戻る。そしたら気になってる漫画の続きや化け物ライブも見れなくなるし、ゲームだってやってる場合じゃなくなる。ただでさえリアルには夢も希望もないってのに、お仕事までできなくなったら最悪オブ最悪。それに先祖代々コツコツレベリングしてきたセーブデータのリセットボタンを押す勇気はさすがにないよ。地上の奴らは僕らの苦労なんか見り知らで能天気に暮らしてて羨ましい限り。死者の国の王は迷える死者の魂を導き、誰もが恐れる任務を勤勉に全うしたって言うけど、本当は兄さんみたいに押し付けられた仕事を仕方なくこなしてただけかもしれないね。死者の国の王が？それはないでしょ。まあでも、もしも本当にオルトの言う通りだったら、もともと推しなのにさらに激推しになってしまいますな。所長代理、被験体 A から E までの全検査工程が終了しました。レテの川の準備が完了するまで各個室で待機を言い渡したのですが、少々問題が。ああはいはい、今行く。あの問題児たち、次は何だって言うんだ。兄さんならできるよ、きっと。え、今なんか言った？ううん、なんでもないよ、兄さん。行こう。